はい、でよくあるクローズをブレイクする形で、相手がこう肘で押してきてとても痛くて割れてしまうみたいなケースがあります。これは、一旦クロス、グリップを作ってこの痛い場所から、まあ、とりあえずずらす、もう何センチかでもいいのでこの痛い場所をずらしていくのがおすすめです。それができたらしっかりと肘を持って相手のエルボーに手を包んでおくと相手がいくら押しても全然痛くはありません。その状態で冷静にいろいろ対応していくといいと思います。